こんにちは、横山キラです。川崎翔也です。今回は隙間時間や勉強する科目の順番などをうまく使った苦手科目の攻略法3つをお伝えします。ただ頑張るといった精神論ではなく、作戦を立てて勉強することが必要なんですね。では早速1つ目の攻略法をお願いします。はい、1つ目は好きな科目の間に苦手科目を挟むです。それはなぜですか？はい、思い思いに勉強していると苦手科目は放置されがちです。ですので計画を立てて好きな科目の合間に少しずつ取り組むことが重要です。また短期的な計画と長期的な計画を2つ立てて、両方の計画の中で苦手な科目を好きな科目の間に取り入れることによって、より効率よく勉強することにつながります。自分は高校生の時、2時間社会を勉強していたら、いつの間にか漫画を読んでました。好きな古典などの間にしていたら、次に漫画ではなく古典に移ることができて、時間が上手に使えたんですね。でも横山さん、苦手科目に移り変わるときにやる気をなくしそうなんですけど。そうですよね。でも5分間だけ苦手科目をやるとなったら我慢できますよね。確かにそれくらいなら。でもそれだけでいいんですか？最初はそれくらいで大丈夫です。それを繰り返して慣れていって、苦手科目の比率を増やしていきましょう。なるほど、確かにそれなら苦手科目に切り替わるときもモチベーションを維持できそうですね。では2つ目の攻略法は何ですか？はい、苦手科目こそ基礎固めです。川崎くんはしっかりと基礎を勉強していましたか？はい、やっていない反応ですね。共通テストは基礎をしっかりと把握していれば、ほとんどが解ける問題で構成されています。二次試験も多くの問題において基礎が問題の切り口になることが多いです。誤った認識をしてしまい、入試に焦って応用問題ばかりを解いてしまう人が多いですね。確かに学年が上がって受験が近くなるほど焦りが増していきましたね。ですので、例えば数学の二次関数の地域を求める問題につまずいたら、学校の先生に聞くなどしてわからないところを明らかにしましょう。または教科書などで知識の抜け漏れがないか確認して、見つけたら基礎的な問題から解き直して自分のものにしていきましょう。ではそれでも苦手だという時に使える3つ目の攻略法をご紹介します。それはズバリ、短期集中で勉強するです。では具体的にはどのようなメリットがあるんですか？はい、短い期間で同じ範囲を何度もやり直すことで内容が定着しやすくなります。短期集中というと具体的にはどうすればいいですか？例えば苦手な英語の文法を2週間だけやろうと決めて、薄い参考書を一気にやってしまう、または長期休みに講習に行くなどです。伸びしろが多い分、苦手科目が解けるようになると試験での結果が大幅にアップします。今回紹介した3つの攻略法を実践して苦手を一気に克服しましょう。当心では苦手を集中的に克服する君にぴったりのプログラムが用意されています。最寄りの校舎の先生に相談してみてください。次回の当心 TV もお楽しみに。